ランク110得点セーブ37得点。地味にやばいよな。ちなセリーグ最弱はシュミドラの41得点。失点はソフトバンク63失点のセーブ70失点だから特に抑えてるわけでもない。どうやって勝ってんだよ。勝ってない定期。大敗しても接戦で勝てればうんぬんかんぬん。ソフトバンク17勝5敗セーブ6勝15敗。今締めた結果。まあ時々こういう俺たちの常識を超えたチームが現れるよな。こんなんでよう6勝できたな。ホークスはスタメン半分準レギュラーでなんでこんな勝てるねん。野手育成が得意だったからって出ていかれまくりなのに補強を怠りすぎたな。いくらなんでもおかしくね何かやってるやろ。これで3割勝てる野球って神だわ。